こんにちは、やっぽー。はい、ということで昨日の購入品を紹介します。リングゴム、付箋、これ可愛くない？ペン入れにしようと思ってます。はい、こちら100均での購入品でした。君となんか見える海は眩しくて、うわ、1週間前友達が誘ってくれて、ヒーラー偉大様のライブに初めて行ったんですけど、なんかめっちゃ知ってる曲あるってなって、いやすごいってなりました。はい、もうね、本当にね、カップルが多くてですね、なんかね、ヒーラー偉大さんが最近なんか記念日迎えた人みたいな感じで、はーいってカップルが手を挙げて、そのカップルがなんかステージ上に上がって、目の前でアニバーサリーを歌ってて、もうなんか幸せそうやなと思って、よかったです。おめでとうございます。今すごい自分で自分を満たそう計画をしているので、はい、そうです、そういうことかもしれません。どういうこと？あ、そうや、そう、木のギターを購入して、本当は今日送る予定やったんですけど、なんか倉庫内で破損したらしくって、ちょっと出荷が遅れたそうで、今日は来ないんです。ギター、弾き語りできるようになりたくてギターを買ってみました。あー、この前さ、見えた時に久しぶりに途中の記憶を飛ばして、もう最悪、失格、人間失格。でももうそこのアルコールがもうめっちゃ強くて、ほんまに強くて、もういつもならヘラヘラするぐらいで終わるんやけど、もうなんか久しぶりにあんな酔い方しても最悪でした。絶対にずっとなんか絶対ずっと同じこと言ってるやん、酔ってるやつって。人生は個人戦やみたいなことを多分ずっとマナちゃんに言ってた気がすんねん。ごめん、マナちゃん、許して。うざいやん。人生は個人戦や。は？というわけで、何ですか？というわけで、今からキックボクシングに、ヘイヘイヘイ、行ってきます。ヘイ。またねー。